血のバレンタイン発動、朝八2月24日の動画が10万再生減るなどで朝八の通知の流れを追ってきていますが、朝八の流れを変えた回はひまそらさん出演回だったと思います。3月2日の朝八で再度ひまそらあかねさんの出演オファーについて発言がありました。令和5年3月2日、百田直樹有本香里のニュース生放送朝8時第66回。このニュースは別に我々がなんか解説することはないんですけど、コラボ例のこの番組でも今更あかねさんが出演してくださいましたけど、28日に監査委員会の勧告の期限を迎えたんですよ。発表がね、3月以降というようなことのようなのでね、今更さんもう一回出ていただきたいですけれどもね。また今更さんお呼びいたしましょうね。ねえ、出ていただけたらありがたいですね。あの動画も制限かかりましたけどね。でも本当どうだったんだっていうのをちょっとこちらも気になりますもんね。ひまさらさん、よかったらまたぜひこの番組ご出演いただけるとありがたいなと思います、とのことでした。どうなっているのかは暇な空白チャンネルを見たらわかるんじゃないのかなと思う面もありますが、百田先生や有本香里さんの質問の切り口によっては別の光り方を見せる場合もありそうで、個人的には実現が楽しみです。暇な空白チャンネルのライブでそのあたりに触れていました。再調査結果スペシャルライブトーク、朝8時で起きて朝8出演てか今更なんか出てもなっていうのもあるんだけどね。なんか俺客寄せパンダになるのもめんどくさいじゃない。なんか俺が興味持てるような案とか題材とか持ってきたら受けるけどって感じで、たまに雑誌の人とかで直接対面でインタビューしたいとか来たら全部断ってるしね、怖いから。対面は怖いね。怖いね。でも対面はわざわざ求めてくるのが怖くてさ、とのことです。積極的に受けたいということはなさそうですね。百田先生から連絡するとの話があったので DM や電話で交渉されているのではないのかなと思います。個人的にも暇な空白チャンネルのおさらいをするより何らかのケミストリーが起きるといいなと思います。暇空さんはこのようにも発言しています。はい、基本的に取材は俺はよっぽど気に入ったやつじゃないと受けないので、とのことです。朝八はよっぽど気に入ったから出演したと考えられます。百田先生と有本さんの企画力が発揮されることを期待します。健康君にも企画力があればもっとうまく生きられたのにね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。